大河ドラマどうする家康がより面白くなる歴史解説です。さあ先生、ここにも出てますけれども、はい、もう一つの天下分け目の合戦ということで、小牧・長久手の合戦、ね、はい、激突をします、天下人同士、天下人、唯一の秀吉と家康が直接に激突をするという、ね、まあ尾張の方での戦なんですが、関ヶ原っていうのはまあこう有名になっていますけどね、天下分け目でね、この小牧・長久手、ここでね、あったことというのが後々ものすごく大きな影響を及ぼしてきますのでね、これはもう一つの天下分け目の合戦ということで捉えていきたいと、はい、秀吉と家康の激突になります、はい、さて畿内の中でナンバーワンになってきた秀吉、それから甲州と、まあ、それから信濃を治めていった家康だったんですがね、この二人が結局はどっかでこう、摩擦が起きますよね、それはどうやって起きてきたのかっていうのをちょっと見ておきたいと思うんですよね、はい、お願いします、最初家康は他のところとしたんだけどね、ここもう一回整理してみましょう、はい、これ前にもやったことがあったと思いますけども、信長いますよね、はい、信長の息子がこれが信忠、信忠の兄弟がいて、次男に信勝がいます、先出てきましたね、はい、三男が信孝、はい、でこの人こういった二世は残ってないんですよね、西系みたいなものしかないんですが、そして信忠には子供の三法師丸、これがいた、まあ、こんな風に来たんですが、実は豊臣秀吉がこの二人が本能寺で殺された後、誰をどうするかということで清須会議の中で彼に決まりましたよね、でその結果この人が柴田勝家につく、から秀吉が三法師を担いで争いになっちゃいますよね、信孝が三法師を手放さなかったのが原因でね、で信勝を担いで殺す、でその結果どういうことになるかというと、信孝は死にましたよね、さあこれ見ていくと分かる通り、誰が残ってくる、この人だけ、これ見て織田一族やられた、これもそうですね、危ないな、危ないですよ、秀吉危ねえぞ、はい、いうそこの構図だけちょっとここでしっかり捉えておいてもらえると分かりやすいと思います、信勝と秀吉、家康、この関係ですが、信勝が三法師丸と安土城に入りました、はい、つまり信孝殺されましたよね、はい、だから三法師丸は信勝が預かること、貢献することになって安土城に入った、これが秀吉気に入らなかった、気に入らなかったあなたには清須城という城が与えてあるじゃないかと、そこでやりなさいと、安土城というのはダメですと、天下人になるということを意味するんですね、で秀吉より大挙を促される交渉が決裂します、で交渉が決裂した時にいよいよ対立しなきゃいけなくなってきた、信勝は秀吉が怖いに決まってますよね、誰に助けを求めると思います、家康ですよ、ものすごいなもうラブレターをガンガン出して、ラブレター家康に協力を求める、家康は無視してたんですよ最初は、まあ、小田勝家のことは小田でやってくださいよと、でもそうなっちゃいますよね、だけどまあ最後はそういうわけにも参らんなということで味方をすることになるんだけど、こういう構図ですよ、でこれはね、そのいわゆる秀吉とこう家康が激突するきっかけになるんだよね、そうですね、でこの2人が出てきてやっぱり戦うということになる、で信勝っていうのはキーマンなんだよ、だから、このとこ、でキーマンで最後この人の意思一つでこの戦も終わってしまうことになるんだけど、始まりもこれから始まってるわけね、まあこの家忠日記に見る小牧長久手の合戦、じゃあ家忠日記という資料ではこの合戦をどのように描いているんでしょうかというのをちょっと見ていきます、はい、お願いします。
下月の第20日織田三助、これがさっき言った信勝、うん、ね、殿神にてお腹召され候風雪候って書いてあるね、三助殿こと説にて候。最初信勝は神にてって書いてある、これ京都で、うん、もう切腹したんだってっていう説が流れた、はい、だけど三助殿はことはそれはあの噂、単なる噂話だったんだよっていうことね、まあ、こういうことが出てきます。で天正12年の3月2日雨降り、うん、坂座よりって書いてあるね、これが面白い、酒井左衛門の城よりでね、うん、家康へ宛てお菓子候、ヤギって書いてあったけど、これ実は米のことなんだね。あ、そうなんですね、うん、米、ちょっと離れちゃったんですね文字が。でね、家康へって書いてあるけど、家康から貸してもらっていた米というんです。あ、そういうことですか、うん、御差し置き候館そのまんまにしといていいぞと、返さんでもいいぞと、だからここにうつむつむ、そうそうお礼に越し候来のよし申し来たりそう、うん、もう貸してある米は返さんでいいと言って、はい、このまましとくからお礼に来いと、うんうん、いうことを言って、だから ありがとうございますとわざわざお礼に行ったんだよね、うん、4日白井で候、昨日3日三河遠州に特製入り候って書いてある、うん、小牧長久手を前にして三河それから遠江の二カ国では特製入り候、うん、家康が出ていく戦に行く武士たちの借金を帳消しにしてくれと、うん、帳消しにしなさいという命令を出した、うん、だから家康もこれやってるんだよね、うん、これによって武士たちは安心してこれで戦に行けるということになる、うん、で自分も貸していた米は返さんでもいいぞと言ってるわけだね。坂座より信勝長島にて岡田長門守津現場の神ご生涯候の官って書いてある、うん、これは秀吉から使わされていた秀吉側の家老です、2人、うん、これを信勝がね殺しちゃったんですよ。もうお前らに言うことに来いってことだよね、うんうん、これまずいな、秀吉激怒するよね、うん、この話を聞いたので、うん、尾州御陣明日明後日あるべく候のよし申し来たり候、うん、終わりにも出陣するぞと、はい、明日明後日にも行くぞというふうに申し来たり候、うん、色の国に吉田より家康は早々岡崎へ御返し候館御陣明日のよし申し来たり候、うん、家康はもう吉田から岡崎に来た、だから明日にもだ、はい、ということだ。それがね家田に一気に出てくる、非常に緊迫感がある、うん、ここでこの信勝がね、うん、この2人の本当は3人の家老がいるんです、殺しちゃうんですよ。これ多分ねドラマに出てくるんじゃないかなと思いますがね、これで怒った秀吉が行け、うん、もう家康が出てくるのは分かってました、はい、分かってても行け、うん、この際家康も潰せ、はい、ということでしょうねきっと、うん、これがよく出てくる三助織田信勝で総会、うんうん、この人ね先ほどちらっとね前にも言いましたけど、このひ弱なイメージでこう捉えられるんだけど、うん、信長の子供でも最初からね実はもう北畑家に養子に出されたの、うん、で北畑家の名字で行くんですよね、うん、で信興という名前になって最後信勝になるんだけど、うん、織田に戻った時には自分が北畠を滅ぼしてるんです。ああそうですか。で北畠が持っていた伊勢の城を全部自分が取るんです。あ結構やってますよ。やり手ですね。だからこれ彼のそのずっとその読んだ時にね、はい、ああ結構やり手じゃない、うんうん、そうですね。で、まあ、どんな風に表現してくれるかわからないけども、大体つまらない男だという風に表現される場合が多いんだけど、うん、彼が徳川、うん、豊臣徳川の時代をうまく乗り切って、はい、江戸時代に入って、うん、関ヶ原でも乗り切って、うん、藩を立派にしてるんですこれ。あ、そうですか。徳川政権の下で織田藩を作って、うん、
活躍というかされてるんですね。そう、なんかすごい、もうすごいですね、その辺の手腕は。そう、うん、でその藩は幕末まで潰されることが続くんだよ、おすごい、うんうん、藩祖は信長ですけどね、うん、だから彼はそれだけの、ね、力があった人だと。あった人ですよ、うん、でも織田家滅亡しないんですね。そういうこと、この人のおかげでずっと続いていくということですね。そういうことです。滅亡しないんですよ。すごいですね、なんかこう、うんうん、すごい人だ。これなんかまたなんていうんですか、こう出来事が違ったら、うん、この人はもっとだったかもしれないですね、うん、まあそうですね。ただあの、うん、大きなうねりの中でね、巻き込まれちゃったという感じですよね、うん、あでもそんな感じはしますね、うん、確かに信長ほどのこう強さはなかった。あでもったいない気もします。能力は決してなかった人ではないというふうに評価してますけどね、はい。でこの秀吉家康対立の経緯をちょっと簡単に見ていきますね、はい、家康と秀吉ね、うん、山崎の合戦で光秀を破ったでしょ、はい、でその頃彼は後進の鎮武に当たったでしょ、うん、天正神宮の乱、はい、でこのあと清洲会議で自分が家中ナンバーワンに上り詰めていきますよね、はい、家康は後進の経営に入ります、うん、この3人置いてきますよ、うん、で静ヶ岳の合戦で柴田勝家を打ち破って、うん、その後心配になった信勝が家康に近づいてきますよね、会談をする、うんうん、信勝との対立になりました、はい、それに対して家康は北条氏とのここはまだやってません、うんうん、バックをしっかりしておきたかった、縁戚関係を結んでおいて対秀吉小牧陣を向かう、うん、だから家康はねこの時に北条ともう親戚になってる、うん、これねしっかりしますよね、こういうところ、うん、ちゃんと固めて。これどういう親戚になったかというと、はい、若巫女のほら、うん、戦いで、はい、自分の目の前に現れた、うん、北条氏政の息子、はい、宇治直、はい、立派な、うん、あれの嫁を出すんです。そうか、もうちゃんと、うん、しっかり考えてるな。そのお嫁さんになるのが、うん、お葉の方って出てきますけども、はい、西の郡の方、西の郡、うんうん、あの強い下女がいて、築山がこの人なら促進していいよって言った人、うん、はい、分かりました、はい、最後はなんか女性同士がね、うん、好きだったっていうちょっと変な終わり方したけど、そうあの時に女の子生まれたでしょ。はい、生まれてました。あの女の子はそうです。あ、そうなんですね。徳姫になる、すごいしっかりした子になる。あ、そうですか、うん、これがその話をちょっとしますがね、うんうん、で秀吉の台頭に対峙します、うん、ね、自らの背後を固める、うんうん、北条氏との友好関係を築く、今の話ですよこれね、うん、はいはい、うん、次女、長女は亀姫ね、はい、亀姫、うん、あの奥平、はい、信政に嫁いだ亀姫、うん、次女があのお葉の産んだ徳姫、うん、徳姫、うん、北条の宇治直との結婚です、うん、この人が残っている絵です、うんうん、まあ、どんな人がやるかはちょっと僕も分かってませんので、うん、ね、これによってね一つ背後を固めておいて、その次に家康がやったのは、うん、この戦は我らに義があるぞと、うん、秀吉なんかひでことやってきたじゃないかと、うん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 、我々私は信長と以来ずっと織田家と盟約を結んでいると、はい、だからその盟約に従って織田を守るんだ、うん、織田と一緒に合戦するんだ、大義だ、信勝の協力要請に応える、うん、これによって秀吉が作ろうってことになるんですけど、これ最初から勝てっこないんじゃないかと思ってた先生は。いや僕だけじゃない、もうその大人たちみんなそうですよ、うんうんうん、どう考えたってね、うん、もう機内で、まあそうですよね、ガンガンに力をつけた、はい、10万以上20万でも大軍を動かせる秀吉に、うん、まだ2万ぐらいしかいない徳川が、まあね、普通から考えると向かっていってどうするの仕事に死にに行くようなものっていうね、うん、感じではあるんですけど、それ心配します、うん、ドラマでもね、うん、忠次や、うん、石川数正が、はい、だけどやるべきだという
強硬派が出てきますよね、うん、ただあの忠勝たちですよね、忠勝はもういつもそういう位置でやるべきだ、まあ、なるでしょう、ね、行かなければやるべきだ、すごいですよ、うんうんうん、はい、まあでも家康もね、うん、ここで、まあ、自分の命運をかけるぞと、うん、いうことになります、はい、だから天下分け目の合戦になる、うんうん、つまり本当に大きなリスクを負って、うん、この信雄の同盟として、ね、同盟者としての動きをするわけ、はい、でさあじゃあなぜ尾張が主戦場になったのか、うん、ここのところをねあまり詳しく多分説明する機会がないと思うんですけども、うん、はい、これ尾張の航空地図ですけどね、うん、なんといってもね秀吉の敵はね家康じゃないんですよ、うん、信雄なんです。信雄ね、うん、信雄のいる清洲城を攻め落とせば、うん、はい、秀吉の勝ちなんですね、うん、この中で清洲城というのはここにあるんですね、うん、はい、ここ清洲、うん、だからここを攻め落とせばいいわけ、うん、で滝川一益は伊勢の方からこっちに攻めを持っていきますが、こっちには織田信雄の作った城がたくさんあるんです。結構なかなか来れない、来れない、うん、そういうことでね秀吉は美濃からこう回り込んで尾張平野を下って清洲を攻めようとします、うん、でこの城を取ります。はい、犬山城、うん、犬山城を取ったのは池田恒興と言います。はい、うん、秀吉と、まあ、一緒にやっていたけども、うん、徳川信雄と一緒のグループにいたんです、もともと。だから信雄もね徳川もね、はい、まさか池田恒興が犬山を騙して取るんですけど、うんうん、こんなことやると思ってなかったんですね。そうですね、うん、驚きましたよ、これで驚きましたよ。ポイントは、うん、でここを取られたもんだからこれすぐ攻められるでしょ、はい、うん、その時にここの中よく見てください。これ真っ平らな平野です、うん、部屋だけど一箇所ポツンと黒いところ見えますか。ここ、はい、ここになんで緑になってるか、ここにこんもり山があるんですね、うん、尖った山が、ここが小牧山城、小牧山で、ここがポイントになる、うん、ここを取った方がより秀吉が取ればもう清洲はすぐです、うん、逆に、はい、これに味方し家康がこれを取れば、うん、ここで防ぐことができます、うん、しかも信長が作ったものすごく堅牢な山だった、はい、少人数でも支えられる、うん、これを狙ったんですよね。でこれを狙うために、はい、秀吉方にはここにね羽黒砦という砦があったんです。羽黒砦、ここを落とすためにここを取りに来た、うん、はい、これが森という森蘭丸の、これ長吉は森蘭丸のお兄さんになるんじゃなかったかなと思いますがね、羽黒砦で、でここで戦があって、ここで酒井忠次が勝つんです。これ、はい、攻めてって勝って、よし今のうちに小牧山に入りましょうって言って入る忠次が、これが要するに小牧陣、うん、の形です。後にここで膠着状態になってしまうもんだから、犬山から出た秀吉はここに楽田砦という砦を築いて小牧山に迫っていきますが、それでも落ちない、落ちない、なんともならない、うん、からこの裏から抜けて岡崎を直接攻めようとします。ほ、うん、本当この家康びっくりするだろうと、まあ、そうですね、大胆ですね、うん、でこっちを抜けていくんだけど、はい、ここで止まります、はい、これ長くてです、ね、ここで家康たちが待ち受けて、うん、はい、この動きを察知してね、うん、長くてでコテンパにやっつける、うん、これが小牧長くての合戦と言われるこの図です、はい、これで皆さん大体理解していただけます。分かりやすい、すごい、ね、うん、もっとこう分かりにくいんですけどね、うん、こんな風な形なんです。これでも小牧山結構簡単に入っちゃったみたいな、誰もいなかったからね、あ、唐城だったんですね、うん、信長はね小牧山城を作ってから岐阜に移ったじゃない、うん、はいはい、美濃攻めの拠点にしたのね、うん、で案外早く岐阜に移って、うん、以来小牧山城っていうのは廃城になってた、あ、そうですか、うん、それでもシュッと入っちゃったわけですね、じゃあ、あ、そうです、でここが
もう堅牢で立派な城であったということを、うん、秀吉も家康ももう知ってた。あ、なぜ堅牢な城だったかっていうのを、うん、ちょっとお見せします、ね、あ、そうですか、え、楽しみ、うんうん、すごいんですよ。まあ、ここに、ね、入った、うんうん、まあ、これがこの小牧長久手の合戦の概要です、はい、いやでもこれすごい分かりやすく解説していただきましたよね、先生に。ありがとうございます、ね、うんうん、こんなのになってだから、この辺をね歩いて回ってきてもいいですけどね、とんでもない距離ですよ。そうですよ、歩けないですよ、うん、歩くと思って、はい、無理無理僕は絶対やる車で回る人も嫌だ当初は、これもね、僕が読んだ、うん、川澄太閤記に出てくる。ああ、おお、すごい、うん、文字が。その年も暮れると、はい、秀吉は大阪の城に入った、はい、そして年が明ければ尾張に取り掛かり、うん、織田信雄を攻めようと考えた、はい、水攻めは今まで2つも3つもやり遂げてきたと、はい、この人はね。尾張の国は水攻めがにできる国である、うん、そのわけはことのほか大河があり、少しの水でも国中にあふれるからである。おう、こうやって言ってる、うんうん、熱田のあたりを頑丈にせき止めようと、うん、そうすれば国中が水に沈もうと、その用意をせよと領内の火事に桑、釜、斧などを作らせ、うん、領内の火事にね、うん、また、うん、おびただしい数の、うん、あの空俵ですよね、うん、俵、空の俵も用意させた、うん、要するにせき止めるためね、うん、また伊勢、はい、近江、美濃の山々で、はい、ね、枠にする木材の調達を命じた、はい、そこに具体的に書いてある、うん、でこれやったみたいですよ、実際に。あ、そうですか。だから川澄太閤記ってのは面白いところを見てるなと思うんだけど、終わり、これな、木曽川長良川、木曽三川があるよね、うん、あそこの堤防を切れば水が流れ込むよね、うん、で大きく見てるよね、熱さをせき止めれば、はい、終わり水だらけになるじゃん、こういうことですよ。そうですよね、実際にやって水浸し、うん、これが資料に残ってる。だから終わりの皆さん、うん、水攻めされるところだったんです。危ない、危ないです。で実際にこの熱田に向かっての動きもあったんですね。怖っ。この人、はい、これは滝川一松と言います、うん、この動きに留意すると伊勢国の蟹江城を攻略、うん、順番に久喜水軍の拠点を手に入れて、うん、水攻めの事案が進行しやすくなったと考えられている。おう、まず蟹江を取って、うん、彼が先頭で、蟹江城は後に徳川軍によって取り戻されて、うん、一松は逃げて逃亡、終わり水攻めの計略はここで頓挫したと、うん、よかった。だから家康がこうびっくりして、うん、おそらく、うん、抑えにかかったわけですね、うん、これが家忠日記に出てくるんです。あ、そうですか。だからこうやって別々の資料を合わせ関係づけて見ていくと、うん、なるほどというのが見えてくるんですね。これが蟹江城の城址公園の中にある碑ですよね、うん、でね、これ家忠日記、家康ですか、清須までお馬入れられ候、清須にも出陣した、うん、小牧城へは酒井左衛門の城が移り候、うん、彼が取ったからね、蟹江下島、これ小田城っていうのかな、から滝川長義にて取り候、取ったね、即家康駆けつけられ小口を取られ候、うん、小口を取るっていうのはその城の最後入り口のところを取った、うん、まあ、要するに落としたということね、うん、で清須へ出資候、これ家忠だね、人数半分返し候、まあこの辺はいいや、うん、で家康はね、だからここで蟹江を攻めて、要するに滝川一松を追っ払ってるんです、うん、これによって熱田に蟹江の水軍、はい、が押し寄せてきて熱田をこう工事してせき止めてしまうということを防いだわけね、うんうん、素晴らしい、うん、だから本当に水浸しにならなかったのは家康公のおかげです。そういうことですよね。そういうこと、もうすぐそこは動いてくれて助かりましたね。そう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 、うん、だから家康ね、その辺のことよく知ってたみたいでね、うん、後々に尾張国名古屋の町を作るときに、うん、
水路をたくさん作るんで彼はね、やっぱりでずっと船で厚田の方まで出れるようにする。あ、そうか、名古屋の水路って有名ですよ。そうですね、うん、それはあの灌漑用水もあるんじゃなくて排水だったんだよね。うん、だからこうこの辺の様子もきっとね、うん、知ってたんじゃないかなと思います。これがお、あ、さっきのお話の小牧の山城。山城すごいですね、うん、これはちょっとすごいですよ。これ学校があるんですか今ここに。はい、学校が今あるんですか。こう校舎があって運動場プールですよね。うん、そんな感じだよ ね、うん、学校がありますね。そうですね、これのところは新しくクロアが設置されて、これは向きは違うかな、僕はちょっとこの辺はあんまりよく知らないんだけど、ここには何回も登って、まあね、行きたくないんだけどね、行ったんだね。すごい熱心にね、うん、あの発掘調査が行われたんですよ。あ、そうですか。ノービヘイに突き出したここを取ったんだけど、うんうんうん、どんな城だったかというと、こんな城。おお、これはなかなか。これ小牧の教育委員会が作った信長の頃のね。落としにくそうだ。落としにくいも何もない、うん、見てください、これ石垣ですよ。いけないな、すごいな石垣で。しかもこの石垣発掘調査がっていっぱいどんどん出てきて、裏ごめしていましたね。この石垣の裏にはびっしりと石が細かい、そうなんですか、入っていて、もう水の排水もきちっとできていたって言うんですね。いや、すごいですね。安土城が石垣の本格的な城の、日本で最も古い城だと言われているけども、うん、そのもんずっと前に、うん、信長はすでに石垣の城を作ってた。で今ね、あちこちで発掘が進んでいます。でこれね、優れてるのはね、うん、これそばに行って兵が来て、うん、昔は上から俯瞰ができないでしょ、うん、そうですね、そばに行って見ると、はい、こう石垣がこれね全部重なって上に総石垣のように見える。あ、わ、圧巻ですよ。あ、これは無理無理してて無理無理、うん、無理無理というような作りをもう作ってて、家康が入った後さらにこの砦を頑強にしたと言われてます。でもこれちょっと本当見たかったですね、本物、うん、すごいですよ、ね、でここを取れば、はい、秀吉といくらでは大軍でも頑張れますと、うん、まあ、そうですね、うんうん、確かに取りましょう。これも残ってるんですけどね、はい、うんうんうん、君は1万、これ家康公ね、うん、1万5千余騎にて7月13日清須へご着陣あり、信勝も信長以来の旧交を捨てたまわず、ね、これまで御室張り師を熱くかしこみ涙流して射せられる。これ嘘だね。嘘だ、こういうふうに書くもんだから、はい、作り話かと思われちゃうんだけど、まあ本当のことは出てきますから、うんうん、さて落合村というところにとんしたまいけるが、うん、榊原康政が申し胸に任せ後には小牧山に御陣を据えられる、うん、書いてある。榊原康政の申し胸、これ酒井忠次と榊原康政が同じ意見だったってことが出てきます、別の話で、うんうんうん、だから酒井忠次もこれは、うん、がぜん目をつけたわけね。で10日50期に出てきます、うん、でこれ7月って書いてあるの、これ3月の誤りですよね。あ、そうですか、うん、17日犬山表へ働きそう、これ江戸田日記ね、うん、犬山表へこう攻めていった森武蔵の神、が持っている持ち僧侶屋敷押し破り、うん、これがさっき言った羽黒砦です、うんうん、羽黒砦あったでしょ、はい、敵敗北、はい、300余り討ち取り僧侶、家中も13人討ち僧侶、自分とかも13人死んだってことだよね、うん、で橋はなんとか、これが学殿までいいで候よしかな、うん、よく分からんけども小牧へ陣外候、これが家康たち、うん、これで取ったので小牧に入った、はい、橋場小牧原へ押し出し候、秀吉は学殿というところに出てきたんですね、これ、うん、信勝か仙台より川内って書いて、うん、小牧へ移られ候、うん、この後信勝も移ってきた、うん、この辺に記述が書いてある。で康政、はい、
から忠次、うん、この2人がおそらく小牧山に陣を据えようということを家康に進言したんだろうと思います、うん、賢いんですね。賢いですね、うんうん、確かに。おこれは小牧山城から写した写真で、犬山城見えるんですね、向こうに。あ、ここに見えるんですね。秀吉はここまで出てきて、ここに学伝小学校で、うん、ここにその辺までこの小学校にどうも陣を移して、うん、小牧山に対して、これも何万人もいるんだよ、うん、ここにまとまってるじゃない、ダーッと広がって陣、うん、でそこに行って小競り合いはあったようです。あ、そうですか、うん、いくつかね、まあ、こんな風に小牧山の上から見えてたはずだということですよね。これね、これはこの間ね復元された土塁ですよ。復元土塁、はい、これダーッと小牧山の下、うん、でこれがね人が立つとこのくらい、あ、人のこれ、うん、これぐらいの、うんうん、このぐらいじゃないんだよ、 すごい大きいですね、このぐらいしかない。そうですね、電柱はこれですもんね、うんうん、確かに。だから本当人はこのくらいしかない、うん、だからこの土塁、掘った堀で土塁をかさ上げするんだけど、うん、向こうから見るとね見えないの、うん、ここの中がなんでこんな深い堀を掘ったかというと、うん、守りのためだ、守りのためじゃない、うん、じゃない、ここを兵が移動するため、あ、移動するために、うん、敵から見えない、あ、そういうことか、うん、だってこれ高いとこから見るわけじゃないの、うんうんうん、そうですね、うん、そうか、賢いですね、うん、賢い、昔の人で、このことは今言われてるんですね。だからそのために復元してこの土塁もわずかな間に簡単に積んだんだよっていう断面が展示されています、はい、ここ、あ、本当だと思うぐらい、あのわずかな間に積み上げた土塁、うん、だからこの戦が始まってからどんどん家康が掘らして、うん、高い土塁を作ってこの中を見られないように兵が移動したんです。そして見られないようにこっから出てったんで す。だからいつ出てきたかわからない、うん、そうですね、見えないからね、うんうん、まあ、これがね残ってる、これが復元土塁と堀、うん、出撃の際身を隠すことができたと言われて、はい、これが今ね復元でできてますから、また小牧山行ったらね、はい、あのいいとこです、これ。そうですね、小牧山は近いですからね、うん、近い、ここから愛知県から、愛知県からというか岡崎から、うん、ディレクターさんも行ってると思いますよ。あ、結構いろんなとこ行ってるんですね知らなかった、うん、でも行ったことないでしょ。私行ったことないです、ね、うん、一緒に行ってくださいよ。あ、じゃあ、うん、一緒に、うん、嫌がってます嫌がってますね、嫌がってる、嫌がってる、はい、はい、あ、これはね、あの最初小牧山を取るために攻めた、うん、羽黒砦の跡です。あ、そうか、うん、忠次が攻略したって言われてある。これすごい立派に管理されてますね、うんうん、犬山市、まあ、ただこれ山だけで持ってあるだけです、これ、うん、ここにこう日があってね、うん、これがここを守っていた森長吉、うん、森武蔵と言われている、うん、鬼の武蔵と言われたんだね、うん、もうこういう錦絵しか残ってないんですけどね、うん、彼をここで殺したわけじゃないけどね、やっつけて追い出したわけ、うん、でこの羽黒砦を取ったもんだから、もうさっきも言ったように小牧山にプッと入れた、あ、そういうことになります。プッと小牧山の取り合いをしたんだよね、うん、で今学伝城址でありますが、うん、これが学伝小学校の中にあります。あ、小学校の中に日が立ってるんだ、うんうん、そうそうそう、うん、敷地内に日があると、で、うん、ここが秀吉がずっと陣を構えたところ、うんうん、まあ、この関係で小牧陣が膠着状態になる、うん、その時に膠着の時に動いたら負け、うん、動いたら負け、動かそうとした頭のいい家来が、家臣が、うん、四天王が一人おりました、うん、誰、榊原康政、うん、やっぱり榊原康政なんだな劇文を書いた、はい、反感文になってきますから、それ羽柴秀吉は野人の子、もともとお前なんかドミンとも書いてあったんだよ、もともとは馬前の総卒に過ぎず、うん、しかるに一旦信長公の朝遇を受けて彰子に挙げられ、はい、大禄をはみ出すと、うん、天よりも高く海よりも深き、その大恩を忘却して、はい、ね、
公の没後、信長公の没後、ついに、君位の略奪を企つのみか、自分が偉くなった、暴君の子の信孝公をその生母や娘と共に虐殺し、今また信勝公に兵を向ける、ああうまいこと言ってるね、その言語に絶した大逆無道、ね、目視するあたわず、我が主君家康ね、源の家康は源と言ってるよ、信長公との旧交を思い、真偽を重んじて、信勝公の微弱だよね、を助けんとして薬期せり、血期せりだね、と言って立て札を出した。すごい、もうこの前半の挑発の仕方すごいですね。それ安政が言うんだけど、横で見ていた本田正信がね、よくおやく悪口がポンポン出るねって言ってでも似合うそのセリフが。これをね出すんだけど、榊原康政、三国権だね、これで秀吉は激怒する。あの前のね徳川家康、昔の1983年だったかな、滝田栄さんの時には、あのその時の秀吉やっていたのが、あの昔の海援隊の、ほら海援隊、あのもう金八先生やった、今の時はね武田鉄矢さんがやった、あれがそれを見て、プラッと吹いてね、ご飯を食べとった、いいかってガンガンやって金八先生がやるんですよね今度の室強氏は多分それやらない。でもなんかやらない感じしますよね、あのちょっとひょうひょうとした秀吉演じてますから、もっといいよ、読め自分は昔から尻を蹴られたり、散々バカにしてこられたから、なんとも思わない。器がでかいところ。そんな感じでね、これもね描き方一つで全然違ってくるんだなってこと。そうですね。これはこういうふうに、まあ事実資料として半角には書いてのことである。で岡崎氏も今この立て札を立った持った、安政公が、国道沿いのところに石像で立っていますよ。あ、ありますね。そう。そうだ。あ、これの像で。そうです。そうですか。この時のものです。この時の。国道から皆さん見えますから、国道1号線から。そうですね。ご覧になってみてください。ちょっと岡崎に来ていただきたいですね。いろんなものがあります。今ちょうど盛り上がってるんで。そうそうそう。大河のドラ関係で。さ、こうさっきね、この。ここまで説明しましたね、分かりやすい説明をしていただきました、でなぜ長久手が主戦場になっちゃったのかということですが、これはさっき言った三河中入り作戦、こっちを攻めましょうと、行ってここでっていうことになったね、この手前にね実はねここまで行ったんですよ、ずっと、ここに岩崎城という城があったんです、ここで若干15歳の2羽氏重という上将が15歳、倒産、2万3万の大軍を前に、池田恒興たちが、でわずか数百で鉄砲をかけてきた。いかった池田はね、こいつをやっつけろと言って、ここでね一日は手を焼くんですよ、家臣がもうやめましょう、もう他といて行きましょうって言うんだけど、やるんですね。この岩崎城の攻防で丹羽氏重が奮戦をして足止めを食らわすわけ、その間に徳川本隊が追撃ができたということ。そういうことか。ここ大きかったんですよ、この人。こんな戦いがありましてね、でここに書いてあるね、ずっと来て岩崎城筋で働き候で、岩崎筋働き候、これはあの戦を仕掛けていって、敵先勢池田鍾乳不死、森武蔵の神、その他1万5千余き捕らえ討ち捕らえ候って書いてある、でこの時に宇野の八郎三郎ですね、ところに、あ
この時でも飲みに行ってんだね、振る舞い候、うんうんうん、酒井小五郎振る舞い候、外山へ万に越し候。まあ要はこのここでこういう争いがあったということ、これがいわゆるあの長久手の合戦のことなんです。うん、岩崎筋へ働き候手っていうのはね、敵の先勢池田鍾乳斎不正を全部やっつけたぞという、ね、うん、岩崎筋へ、だから筋岩崎に行ったわけじゃない、その岩崎筋の途中に今の長久手があるということですよね。これがね、丹羽氏重の像があるんだよ、うん、岩崎城、うん、とても15歳には見えないですよ ね、50歳ぐらいかな、まあまあ、お顔がね、うん、ね、向こうでは検証されてますよね。あ、そうですよね、うん、また行くことがあったら、はい、さあ三河中入りというのは、うん、密かに小牧山の背後を抜けて岡崎を攻める作戦、うん、さてね、で、そうですね、うん、一番先頭を池田常興と森長吉が行きます、うん、何万の軍勢を連れてくるんです、はい、その後に堀秀政という大将がついていきます、うん、様子を見に、うん、軍舷目付、はい、目付最高列から、まあ、今これ橋場秀次と言った方がいいのかな、三好で当時は言っていましたけどね、うん、老いですよね、うん、秀吉の老い、橋場秀次が総大将として最高峰から行ったんです。でここが岩崎のところでね、はい、こうどん詰まってる間に家康本体がって書いてある先鋒隊が出たんです、うん、これが榊原康政、こいつを攻めたの、いつ攻めたかって、いつ夜明け、あ、みんなの寝袋まで起きてきて、いいとこ狙ってくる、早かったぞって言って、はい、あ、ご飯だご飯だと懐かしい、半後炊飯やって、はい、食べてる最中にうわーっと攻めてきた。いやでも一番いい時狙いましたね、めちゃくちゃ狙われちゃったんです。はい、で秀次は家臣の馬を奪い取って逃げてきます、はい、うん、家臣の馬を奪い取って、うん、奪い取って逃げていく、そのくらいやられたんですから。あ、まずこれ岩崎城に来た時にね、で榊原大塚康隆、ね、うん、この2つの大将が白山林ってところにいたんですね。ここを攻めたんです。コテンパにやられます。あ、ほぼ全滅に近いようになる、うんうんうん、で堀秀政はその話を様子を聞いて、ここでこの2人は必ずこっちを追ってくると、うん、分かったもんだから構えてたんです、うん、構えて鉄砲で打ち放つんですね。あやられちゃいます、はい、家康本体はこの間に小牧山を出てきましたと、うん、堀秀政は構えてやっつけていたけども、ここ見ちゃうんです、うん、山の上に、あら、やばい、本体が出てきた、うん、本体が来たっていうのは何でわかるかというと、ほらね、旗印ね、うん、旗印と馬印ね、はい、馬印、金線の馬印をつけた、うん、そこに井伊直政、あ、来た、真っ赤なあれを備えた屈強の軍団のデビュー戦だったの、うん、お、張り切っちゃう、もう、ね、やりたくてしょうがないやりたくてしょうがない、そう、すごかったと思いますよ。その話を聞いた森、池田森隊はやばいなと言って戻ろうとした時に、うん、ここで待ち構えていた。もう遅いですよね、うん、長くて、はい、これが小牧長久手の合戦、長く、分かりやすいでしょ、分かりやすいです、ありがとうございます、うん、こうやって行ってね、ここ、はい、で合戦屏風はこの辺も全部書いてあります。この辺がやっぱりあの小牧山を家康が抑えたことで、ね、秀吉が動かざるを得なかったっていうところありますよね、うん、そうだよね、うん、まあ、であの激文があったりとかいろいろあって、うん、であのこれをやったのはね、やりましょうと言ったのはこの2人なんですよ。ああ、そうですか。特に森長吉は、うん、自分の屋敷取られてるでしょ、うん、ああ、羽黒砦で、ああ、それで悔しかったよね。池田は自分の手柄で岡崎をもらえると思ったの、うん、大きいよ岡崎城、そうですね、でも攻めるで そんな簡単にはいかないんですよね、うん、これは陽動じゃなくて本当に攻めるつもりでいた、うんうんうん、ね、だからもう本当にね、これあの小牧山があって、じゃあ
どこから出てきたのか、向こうから秀吉が見えなかったのか、うん、追っ手が出てくるのが小牧山から、それがさっき言った大きな堀、うんうん、で見えなかったってことですね。そう、うん、あれで隠れて軍勢がここを小牧山を出て、うん、彼らを追っていく様子が全く見えてなかった、うん、もう本当に作戦勝ちですよね、頭脳戦で中心がやってきて、うん、おい家康さんも出ちゃったぞだぞ、うん、ってことで秀吉が慌てて追っかけ始めるってこと、うん、まあ、これがね、この長久手の合戦、うん、これでお分かりになりましたですかね。すごい分かりやすいです本当に、うん、ぜひね、はい、この辺の様子もね、こういうとこ行くと古戦場跡が残ってますんで、ね、はい、これが何て書いてあるのかな、なんとか戦士ではない、うん、あ、見えにくい池田かな、うん、あ、森永吉もついにあの長くて殺されちゃいます、うん、誰に殺されるか、うん、いいのは数ない殺される、ああそうですか、猛烈にやられます、デビュー戦でしたからね。これが池田小二郎祭、はい、常置もやられます、うん、でこの2人の大将がやられた、うん、ばかりか一緒についてきたこれの長男も一緒にやられます、うん、池田家。そうですか、じゃあもう本当にボロボロに負けちゃう感じですね。ボロボロ、うん、で残り一人だけ次男が残ってて、はい、これが池田輝政になる、うん、これが姫路城の城主になって家康に最後くっついて、そうかそうか、姫路城の城主、うん、吉田城の城主、うん、その時に関ヶ原で家康の東軍に味方して、はい、家康によくやってくれたということで、うん、姫路城の城主に変わる、うん、姫路の城主に、これの次男だけどお父さんと長男はこの時に殺されます、うん、これがね長くて合戦屏風になります、大阪城の天守閣になりますが、うん、まあ、今言った小牧長久手の合戦の様子は、はい、大体地図を見たり、うん、さっきの略図で分かりましたよね、はい、じゃあ実際今どんな風に描かれているのか、うん、それからどんな史跡が残っているのかは、はい、まあ、次回、あ、次回、うん、ちょっとお話をしたいと思います、うん、はい、で今日はここまでということで、これ見ちゃうともうワクワクが止まらないですね。どんな状態も、うん、次回ですね、うん、また細かくね、いろんなところを見ながら、はいはい、あのお話をさせてもらいたいと思います、はい、楽しみにしててください、はい、どうもありがとうございました、はい。